選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は占い師です。夜が更けました。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、特に必要ありません。まあ、なんか進行論の違いで叩かないでほしいなと思って、進行論の違いで叩かれても何も落ちないと思うんですよ。何も生まれないと思うんですよ。思考回路の違いと進行論の違いで叩かれるともうマジ分かんなくなっちゃうんで、その精査の仕方がおかしいとかはいいと思うんですけど、なんかその主観を押し付けたりするのはマジでやめてほしい。これぐらいです。あとはなんですかね、なんかよくこう思ったことを口にしたらいいっていう話があると思うんですけど、分かんないっていうのも思ったことだと思うんで、分かんないなら分かんないで僕はいいと思ってます。はい、それがなんかこう黒いとかスリーチ上げないからどうとか、そういうのは僕あんまよく分かんないんで、はい、それくらいです。8番のプレイヤーが発言します。占い師で5番さん白でした。まああまり占い得意じゃないんですけど、対面しかも2人目で場所もあんまり良くないんで、まあ2周目で要素拾ってそれぞれの狼要素を上げれたらいいなと思ってるけど、アブルダさん要素拾うのはそんなに不得意ではないので、まあ一周しかないけど、一周プラス占いの役割を持ってるので厳しいかなと思うけど、しかもなんか5番さん、あ、大丈夫か。7番さんの予想なんだけど、まあつらつらとなんか話して、まあ自分もそうなんだけど、つらつら左目で話してる色はあまり落ちなかったかなと思ってるが、悪い印象はそんなになかったですね。そうですね、まあ役がどうとかって私は自分で指示しないんで。9番のプレイヤーが発言します。お、はい、9番です、お願いします。7番さんの進行論は私はどっちかって言ったら印象が良かったですね。例えば進行論が合わないからこの人人外やとか言われても自分には理解ができないから考察濁っちゃうし、なんかそういう考察はしないでほしいなって私も思いました。まあ、意見として進行論が違いますとか進行論が一緒ですとかいうのはわかるけど、それで白黒っていうのはつけられるとわからなくなっちゃうなって思いました。だから7番さんって若干考察していく意欲もあるかなって思って印象が良かったです。まあ、8番に関しては、まあ、頼りないなっていう印象は思ったけど、まだ真かとか偽かとかはわからないかなって感じです。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。特に CO とないです。まあ、7と9はわかんないですね。はい、白黒わかんないんですけど、9番さんで1個思ったのが、7番さんが精査をする意欲があるかなって感じたかもしれないですけど、別に2周目の7番の発言を聞かないとそれって見えてこないものかなと思ってるんで、7番が言ったことって、まあ、進行論の違いとかであんま叩かないでほしいっていう点と、分からなかったら分からないっていうのも一つの意見やからそれを言ったらいいんじゃないって言ってるから、なんかそれだけで精査をする意欲があるって捉えてなんか印象が良くなったのがなんか若干違和感ぐらいですね。はい、まあそれぐらいかな。はい、特にないです。なんか結論を頭に持ってきてほしくて、その後に理由述べてくれたらいいなと思ってます。はい、初日の1周目ぐらいは別に進行路の違いで俺は殴ってもいいかなとは思ってますよ。くらい、以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、まあ7、9、1の中だったら1番さんが一番印象いいかなと思っていて、まあ、その理由としては、まあ、まず7番さんに関しては、まあ、前半はまあ別にいいかなと思ったんだよね。あの進行論の違いでどうこうとか、その辺はまあいいかなと思ったんだけど、なんか分からないなら分からないでいいって言ったけど、俺はやっぱね、そういうところはあんまり残したくないなって思うんだよね。なんか色が落ちないところ
結局やっぱ精査村目線しにくくなるし、なんか残しときたくない、なんか最後 の最終日とかで間違えられても困るしね。で、なんか9番さんがそこを7番さん精査意欲があるって取ったのも 1番さん同様、なんかそこはね俺もよくわかんないなと思ってたから、あんまり印象良くなかった。でそこをしっかり叩き伝えた1番さんっていいかなと思ってる。で8に関してはちょっとね、まあわかんないけど、なんか防御感がめちゃくちゃあるなって感じはする。なんかこの位置だからとか、うん、だからなんかあんまり印象は良くないんだよね、8に対して。3番のプレイヤーが発言します。うーん、まあ2番が一番考察落ちてたんで2番白いかな。だから2番が一白置きもまあ若干印象がいいかな。俺8番さん結構狼だと思うんだよね。その位置って2周目反論できないから8ローで見てます。そうなると8番さんが7白いって言ったことは7、8で7白いとか言わないと思うから、現状7番さんの狼はないかなと思ってるかな。うーん、9番さんがその8番さんまだわからないっていうのがあんまり触れたくない。現状は9番さんが自分は人狼かなって思ってますね。ただ誰も8番さん思いっきり殴らないとこを見ると、もしかしたら8の強もあるんかなと思うけど、まあレギュレーション的に8ローが硬いかなと思って、現状自分9番さんは怪しんでます。白1は7番さん盤面的にね。4番のプレイヤーが発言します。はい、特に必要ないです。まず3番さんから触れていくと、2番さんで1番さんにちょこっと付け加えただけなんやけど、2の方が強くなるかな。1が一番白いかなと思ったんだけど、今聞いた中では。プラス8番さんってその位置だからとか一周しか聞けないって言ったけど、7の発言に関しては2回聞けるけどっていう、なんかそっちからツッコミもあったし、防御感強い、なんか占い得意じゃないとか、そういうのも深夜やったらいらんかなって思ってるから。9番さんに関してはまあみんな言ってるから割愛するんですけど、その3番さんが2と1でその大差が正直ないと思ってて、2番さんももちろん印象はいいんだけど、1番さんの方が印象良くならないって率直には思ったから、なんで2番になったんやろ。そんな感じかな。なんで怪しんでる順だとすると9と7と3は同等ぐらいかなって思ってますよ。7番さんに関しては進行論戦わなきゃ。5番のプレイヤーが発言します。はい、8番白です。まあ正直言ってその7、8の発言って僕聞けてなかったんですよ、落ちてたから。まあ、ただなんか発言聞いてる感じだと8番が占いとして自称してるってことは、まあ、8番が強靭なのでグレーにロー潜伏の盤面かなって思ってて、まあ、現状発言単体でおかしいのは3かなって思ってます。まあ、これ4番さんが言った通り、まあ、普通に3番さんの1番と2番の精査の入れ方が違うのと、まあ、ぶっちゃけ言ってね、なんだろう、1番の9番の言ってる内容はまあわかるけど、普通に9番は2周目聞けばいいかな程度のレベルだと思ってるから、正直言って、まあ、7番がどういう発言したかわかんないけど、719に全部2周目だと思ってて、そこに対して3番視点のサインの付け方が早すぎると思ってるんだよね。7番が盤面白いだったりとか、2番が白いかなっていうふうに言ったりとか、1番の2番の白いかなって思ったら9番が人狼なんじゃないかっていう、スキルの出し方がめちゃくちゃなんか盤面を誘導してる人間に見えたから、3番が人狼みたいなって思いながら聞いてた。霊能かもしれん、5のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます、村人陣営です。まあ5番が8に白、へーと思った。まあ3番詰める視点はいいよ、だって3番ってさ、うん、おかしいこと言っても9番がね、8番は印象がないって言ってんだよ、7番じゃないよ、7番白いって言ってんだから。だから3番ってさ、発言を拾い違いなのかわかんない、わかんないけど、3番が一番さ、うん、おかしなこと言ってるっていうかさ、もう基本的に人の話を聞いてない感じ、面に言ってる感じがあるからさ、3番強人なのかなと思ってんだけども。3番強人っておかしいやん、占い進路か、占い進路さして、これ6だ、うん、でも5番って3番釣りたいんでしょ、うん、5番ローで普通におかしなこと言ってる3番釣りたいんでしょ、じゃあ3番釣るよ、5番。7番のプレイヤーが発言します。3しよう、いやすごいねこれ。え、ちょっと僕
の把握漏れじゃなかったらさ、8番さんって5白だよね。6番なんで今5番が黒っていう話の観点になった未使用段階で。3番にフォーカス当てるのがあなた霊能ですか。はい、正社した。何意味わかんないこと言ってんな。6が霊能。やば。疑問に思ったのは、まあ、1番さんでちょっと気になったのは、1番さんっていうのは最初に結果を話してほしい、その後に理由を述べてほしいって言ってたんですけど、1番が7と9分からないっていう風に入ってから、あーこれあれやな、もうどっか釣られても俺噛まれるな。っていう考察の仕方は言ってることとやってることとちょっと違うなって思って聞いてました。ですね、まあ占いは聞かな分からんけど、なんだろう、3番はなんで潜伏した、まあなんだろう、別に潜伏した理由聞いてもどうも思わないんだけど、五四郎を持ってて潜伏したのは何なのかなと思ったんですけど、八が五四郎に出していく、それはあるかな。まあでもね、何ですかね、分かんないですね。2番が白く置かれているのも僕はよくわからない。これはなんか5番が言ってたことですね。9番のって対しての精査の仕方は別に不当ではなかったかなと。8番のプレイヤーが発言します。3番が狼で相方探すだけなんで、まあそうだな、騎士が出てきてもらって、まあもうこの時点で出てこないってことは出る気ないんだろうからほっといて、4番のなんつったっけな、3番とつながるのってあんま見えねえんだよな。1番3番って単純に後半位置が印象いいっつってるから、めちゃめちゃずるい考察してんなと思ったよね。そりゃ後半の方が伸びるやろうし。そうそう、俺釣られて白だったろ。3番が9番と高かったの偽確定だけど、え、あ、違うわ。あ、そうだそうだ、違和感感じたよね。うん、大グレラン大会。3番って俺が5番に白打っていて5番に白持ってんだから、俺が狼で俺の相方位置として、ニグッチョブは狙える、かなり見えると思うから、9番叩くと思う。あーけど、あー、その時あれなるかな、どっか噛まれるかな。あ、そうそうそう、7番の話を2回いけるから俺の中に自己矛盾があったっつったけど、めちゃめちゃなこと言ってんなと思ったんだよね。単体で俺のこと殴っ、不当に殴ってきたの4番かなと思ってるけど、俺って俺釣られちゃうの？ 3 番ってめちゃめちゃうまい白打ちすんなと思ってるけど、まあしゃあないか。まあ、3番釣ってほしいです。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。あの、私騎士なんですけど、5番が深夜と思ってるんで騎士で出ます。やば。3番視点やったら5番狂人8番狼やし、8番視点やったら5番狂人3番し5番が深夜なら絶対潜伏するやろ。5番が8番に片白もらってて占い師使用するとは、狂人で占い師使用するとはあんまり盤面的にも思えないし、なんか殴られたから余計自分がそう思うだけかもしれんへんけど、3番の9番殴りすごく不当やと思ったから、3番から釣りたいなって思ってます。でも6番が発言全部聞いた後に指定できると思ってるんで、6番には合わせてほしいんですけど、自分は5番が死にゃと思ってます。1番のプレイヤーが発言します。はい、現状まあどこでもいいかなと思ってて、一番新芽がないとこから釣ろうとは思ってるんですけど、8を釣りたいですね。8視点で3が狼に見えてたら多分一番省けた位置って9かなと思うんですけど、で8視点で7番はもう一回再生差入れないといけない位置かなと思ってますよ。3番が2番のことを評価し、2番が1番のことを白いって言ったのも印象良かったって言ってるってことは、3視点1のことも印象よく見えてるんですよ。で8番狼で置いた時に7番のことを印象がいいって8番が言ったから、7番の狼も指定してるんで、3番が1番前半1周目でフォーカス向いてたのって9番でしかないから、明らかこれは9番を釣ろうとした行動に見えてたんで、
8視点やったら3球がまず一番最初に否定できたかなと思ってるんで、でその次多分8番視点で4番がいくら不当な動きをしてたとしても、4番が一番最初開口一番に3番に対して一番ヘイトを持っていった人物やと思ってるから、まあ、ここライン切りと見るかどうかは知らないですけど、別問題として4番も若干心象は良くなるんじゃないかなっていう。だから8番が多分フォーカスせなあかんかったとこって7、1、2やと思ってますよ。はい、だからなんか8番の考察が一番違和感あったんで、新目がないなと現状は思ってます。はい、8号が新京の打ち分けやったときに3番が狼であそこで使用するかなってのも若干懸念としてはあるんですけど、まあまあ、2周目の3号の発言聞いて一番芯がないとこから俺は釣りたいですね。はい、現状8以上です。2番のプレイヤーが発言します。まあ新目ないところは8なんだよね、圧倒的に。精査も全然伸びてなかったし、ただまあ仮にじゃあ3番さんが死んだと5強時の8郎で、5が死んだと8強の3郎。なるほどね。多分3番さんと8番さんって多分どっちも死ん郎で、5番さんが多分死ん強だと思うんだよね。っていうのもまあ8、まあ、5番さんの把握が漏れてたっぽいのも若干気になるんだけど、8から白もらってて出てきてるのがあんまり強めか、ローメって感じじゃないなと思ってんだよね。まあ、6番さん、そこ霊能で結構良かったんだけど、かなり発言怪しかった、ね。あ、ロココちゃん、リフトありがとう。9しても結構もう俺9休んでたから良かったかな。まあ、3号の発言は聞くけど、ちょっと3号であまりに精査がつけられないなと、俺はもう現状8に行こうかなと思ってる。現状8が一番新目がないと思ってるから。でこれでまあ8で仮に黒が落ちた場合って5番さん破綻だからもう3決め打ちでいいし、まあ、8が仮に白だった場合は3番さんが破綻だからね。まあ情報ずりって感じでも8からでいいのかなって思ってるけど、かなり新目はなさそうだから。で相方位置はね、どうなんだろうな、まあ、7、4、俺1番さんはないかなって思ってんだよね。で3番さんに1個気になったらちょっと教えてほしいんだけど、俺 7が最初って言ってから3番さん7白で潜伏してんのかなって思ったんだけど、そこら辺もう一回ちょっと教えてほしいかな。3番のプレイヤーが発言します。はい、あの5白です。まあ、潜伏した理由なんだけど、6番さんから対抗仕様が出るかどうか見たかった。で6番さんが出なかったら強靭めが薄いとかも情報になるから。7番白く見た理由よ。俺8番狼だと思ったらいきなり出てきたからね。8ロージックで8番が7白いって言ってるから、狼同士白いとか言わないからね、評回収。で、盤面的に7の1ってきついじゃん。占い2仕様になった時って2周目反論できないから。だから7を8、盤面的に7白いってしっかり言ってるからね。9怪しんだ理由って9番さんがあんまり8番さんに怪しいも不適とか何も打たなかったじゃん。8に触れられないのが8、9に見えたから9を釣りをした。2と1は、精査が伸びてたんで弾いた。で俺、狼4番だと思ってて、俺は狼8だと思うって言った時に、4番が真っ先に3に触れたのって3を釣りたい、勝ったんでしょう。ただ3釣りをすと露骨にライン追われちゃうんで、結構他にも巻いて結局釣り1言ってないから、48G のね、今日は3と8のランにしてほしくて、で、5番さんの強靭の理由を言うと、5番さんが、そこで新占い師で出る必要ないよね。5番さんが新占い師って言い張るなら潜伏してもう一陣外出した方がいいよね。だって8の強って見えてるんでしょ、5番さん目線。ただ、狼が2周目に出るかもしれないし、6で出るかもしれないのにいきなり出る必要ってないからね。今日3、8のランで行って、俺は4、8陣路で見てるから。4番。のプレイヤーが発言します。はい、俺はね8ロー2ローやと思ってる。まず8に関しては開口1番に3、4って3とつながらないよなって言って、他のとこ触れて最終着地点が4がちょっとおかしかったんだよなで終わってて、で2番に関して狼要素拾ったのが、最初8が一番新目ないけど3号の話も聞かなきゃいけないって言って着地点として最後8ローで相方がって言い始めたんだよ。なんで8ローが分かったの？8が仮に強靭だった場合って3が狼になるでしょ。2番って8の新芽がないから8を釣るって言ってんだけど、最終的に狼起点での話しかしてないんだよ8が。だから2番って8番の狼知ってる人物じゃないの、だから8人なんじゃないのかなと思ってます。
3番に関しては多分6じゃなくて5じゃない番号。で俺が怪しいんだったら俺占ったらいいやん、3番は。ただ俺は8にロろうかなと思ってますね。8の言ってることがめちゃくちゃふわふわしてるし、最初4弾いてたんじゃないの、何が4のおかしかった。2に関してはなんで8が芯がないっていう考察を落として8を釣ろうとしたら最後8ロー軸で置いて相方を探そうとした。なんで8がローだって分かってんのって率直に思ったんやけど、釣ってみなきゃ分かんないんじゃないの。2番って8の8のロー要素って2番って上げた一つも上げてないよね。ただ芯が一番ない、芯が一番ないって言ったけど、なんで2番って最後8の相方が7か4って言った。なんで8の黒が分かったの。2番って狼要素なんやった8の。だから俺8、2、ロー、ローじゃないのって思ってます。だから8からいきます。以上。5番のプレイヤーが発言します。なんか2周目の4番さん微妙かなって思うかな。まあ、1番さんとか2番さんみたいに、8番が単体で偽っぽいから8番に行くんだったらわかるんですけど、4番って2番の発言派生から8番の狼を知ってるんじゃないかっていう思考で8番に名前を寄せようとしてるから、で3番の8番4番狼だと思うっていう4番にだけしかヘイトを向けない構図とか、3番と4番の関係性で評価にしてるのかなって思っちゃうし、もう俺が怪しいならってあのレバーって言ってるのが、まあ、後囲いしたいのかなっていうのもあるし、あでも関係ないか、3番が後ろ打っちゃってるから8番後ろになっちゃうのか、まあそれは変だけど、まあどっちにしろ4番が8番の単体に背負さを上げずに8番2番狼だっていう主張で8番を釣りをしてる構図が微妙だったなっていうふうには思ってる。で4番の発言聞くまでは1番2番も何なんだろうなっていうふうに思っていて、まあ発言が偽っぽい8番から釣るっていうのは分かるんだけど、普通に占い結果から3番も偽じゃないかっていうふうに思っちゃうし、だって8番あれ狼でやってると思う。いやバカだろって思うんだよな。8番が狼であの考察して芯決まってんじゃんって思うから、8番が強心で釣らに来てるの見え見えなのに、1番と2番って偽っぽいところの8番から釣るっていうふうに言って、狼の3番から釣らそうとしてんのかなっていうふうに考えてたんだけど、1番4番の発言が消せないかなって思ってる現状はね。でまああとはもう一個言っておくと、なんか8号神経で3番が出る必要性がないとか言ってたんだけど、普通に3番の釣りをされてたから使用するしかなくない。釣り逃れでしょどう見ても。はい、まあ、6番さんが好きなところすれば、お金を落とすなら3だけど。6番のプレイヤーが発言します。うん。今日は3番からだよ。うん。今日は3番入れてね。みんな分かった？7、8、9、1、2、4、5、3番入れてね。うん。3番は好きなところ入れてもいいよ。別に。8食いたいんでしょ ?3 番って。8食いたいんでしょ。うん。じゃあ8食いますね。3番だけね。でも他のみんなは3番投票ね。3番の色が見たいからだって。うん、まあ、まあ言いたいこといっぱいあったんだけどもね、もう忘れちゃった。もう9番さんが騎士でまあいいんじゃない、買ってくれれば別にいいよ、うん、あんたさ本当に噛まれるために出てきたの本当に。もうねえ、もう十字架持ってさ天国に行きなさい。いやいないいないいない、ね、今日は3番ね、うん、3番、うん、考察はしない、うん、3番、なんでか3番、意味がわかんないけど3番、もういいや、もうとりあえず3番ね、3番吸って、3番行かない人間はさ、もう人外で見るから、もういいから、本当に、人外の味方にしてもいいから、3番吸って、3番ね。全プレイヤーの発言が終了しました。さあああ、431か。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはあなたは他のプレイヤーによる、うん、まあいいよ6番さん、買ってくれれば全然俺は文句は言わないから、あの霊能権限で俺釣るのだけはやめて、まずね俺が人狼だったら、あの1周目から出てきたら6番さんも釣り位置に持っていけるのよ。で俺が潜伏して占いに仕様だった時って6番さんって強靭目がないですねって釣り位置から外されると、俺って仲間釣られる可能性も十分あるんだけど。
で俺が三四四に出て五白打つ理由何？俺が狼で5番さんが死占い師の時ほぼ負けるよ。まず俺が人狼で5が死占い師だった時俺釣られて5がどっか黒見つけた時点で終わりよ。俺が狼で5に白とか打つ。で5番さんの強靭要素はまず白もらって出る必要ってある。5番の白先って8でしょ。5番の白先8ってことは狼が出てないよね。それだったら1周目待って6番さんが出てくるかどうかで 見ればいいんじゃない。6が出なかった時ってかなり6の白目って上がらない？そういうことも出てなくて多分5目線って俺の潜伏占いが透けたんだと思うよ。だから8に白打って俺釣りに持っていく打ち方してるから、まあ俺ちょっと4じゃないかなと思う。俺が8を狼軸で話した時に4がやっぱ3から釣りたそうな雰囲気出してけど露骨に釣りをしたらライン押されるから多分あの発言変えたんだと思って、俺4だと思ってるよ。別に買ってくれれば問題ないから6番さん。夜が更けました。人狼に気をつけて。あゆずさんフォローありがとう。これ9番が5声してたら笑うけどね。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番1番のプレイヤーが発言します。はい、例の結果お願いできますか。例の結果お願いできますか。例の結果をお願いできますか。6番3黒ね。あざっす。3黒やったら4番つったらいいんじゃないですか。はい、あらしか。以上です。特に考察はないです。8番はもう破綻してるでしょ。5黒とか、はい、3番黒のやったら4番つって終わりですね。はい、以上です。2番あらしやな。プレイヤーが発言します。はい、まあそうだね。8強人の護身担当9番を殴られたからって俺の狼は、うん、本当だね。初日な、え五四郎って言ってたじゃん。え初日が七四郎ってこと。まあいいや、まあ、8番はほっとこう。8番をほっといて、まあ3クロ落ちてたらもう4しかない。まあ、4行って終わりです。なんか他言うことあっかな。4番のおかしかったところって、俺まあ、その、ちゃんと言ったと思うんだけどね。5が死んだった時に3番狼で、で、3が死んだった時に8番狼で、で、その時に相方が7、4、1って考えると、1番さんは白いから、1番さんは抜きたいかなって言ったんで、別に8番が狼軸でっていう話もしてないし、5が死んだったとき、3が死んだったときにっていう話をして、あとにその相方軸がどこかっていう話をしたんね。なんか捏造されてるんでか、なんかわかんないけど、うん、おかしかったかなと、昨日は思ったかな。まあ、今日4つって終わりましょう。ね、もう終了が遅いね。4番のプレイヤーが発言します。はい、まあ3くらいやったら全然伸びますよ。ただ2番さんの殴りっておかしくて、3が死んだった場合は8が黒、8の相方、8を釣って8の相方はどこだって探してたんやけど、じゃあ3が今回黒だったんでしょ？ってことは5が死んでしょ？なんでじゃあ3が狼軸の話は一切しなかったの？2番って。じゃあ3人なんじゃないと思う。俺釣り全然いいよ。俺もじゃあ自投票するから、3が狼やったらね。三四郎なの？やっぱり2番の考察おかしいじゃん。なんで八狼軸で置いてたの？三が狼軸の時に一切置いてないじゃん、あなたって。
しかも3が黒結果だって8がわけわかんない行動したんでしょ。別に2番視点って3黒なんだから4つでいいんだから8が強靭になるでしょ。あんなわけわからん行動したって別にコス困らんくらい、なんでわちゃわちゃしたのあれで。いやもう8人しか見えないんだけど。いうことそれしかないんだけど。2番の言ってることめちゃくちゃだよ。じゃあなんで3の狼軸だった場合ってあげないの何も。8じゃあ釣りますねって言った後、相方がっていう話してたじゃん。言ってることめちゃくちゃないけど。で、5が俺に黒打ってんでしょ。3、進。8、5両方破綻してんじゃん。はい。両方破綻してるんだけど。8って俺は2に行きます。5番。のプレイヤーが発言します。あ、KD さんゲストありがとう。あ、いいです。大丈夫です。あの、3番黒なんで大丈夫です。4番さんつって終わりです。あ、4番も走らしてるんで、はい、4番さん次飲んでください。あ、ちなみに視点判断したんですね。あの、3番黒だった場合っていうのは8番死になるので、3番5番狼ですね、4番死ね。2番さんに向けてる時点で、盤面が透けてますよね。はい。番これ騎士出なくていいのに、これ最後紙なしされるやろ。あ、そうなの、うん、8つって6巻で5つって紙なしやろ。5番さんは4黒だからさ、4番つるさんギフトありがとう。3白だったって、3白もう8番っていうのは人外目線だから、もう8番から釣るまで、うん、言い直してるから。ああ高野さんかな、ありがとう。とりあえず3が芯の可能性も見て、もうとりあえず3、5の芯を見て、うん。で、8から釣るよ、とりあえず。占いはロロ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 ロ。なんか昨日か漏れてない ?8 番はなんか投票、あの、占い位置がもうおかしいでしょ。5番って8白だから3白の世界線はないわけですよ。6番3だから3が真でしかないんですよ。もうもはやだから8つるんでしょ、はい、8つって5つってもいいけど、いやだから俺が3しようって騎士出なくていいもん。これ下手すれば別に俺釣られても2グッチョブ出せって言ったのに。結果ね、結果あなたの結果語りが良かったんだけど、把握漏れがひどい。昨日から。本当に。1は届かんやろね。8番釣って。1が真っ先に9が3行くって言ってて、8に変えてるから。2と4はもう便乗して、もうライン切った感じに見えるけど。8釣ります、とりあえず角黒なので。お疲れ様でした。8番さん開示してください。できた。8番のプレイヤーが発言します。おー、釣れば終わりますね。3番黒ということなので、5番さんが黒、つまり二人狼構成ですね。3号フィニッシュです。なので5番釣ってください。今日は私が真の占い師なんで。これね、なんで5を占ったかっていうと、4を占いたかったんですけど、押せなかったんですよ。こっちって言ったら5番になっちゃって、5番が黒って出て、3番が白って出て、で、多分3番が白ってことは、5番が4番に黒打ってるんで、5番じゃないでしょうか。ちょっと思っちゃってます。んで、5番から行った方がいいと思いますけど、で、5番さんって仕事終わってますよ。ねえねえねえ、仕事終わってますよね。はい。私はまだ仕事終わってない。で、ちょっと残してほしいです。やだ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 。やだよ。てかもう9番ソフトパーが8叩けばいいのに、騎士なら。9番とか役で逃げられるから、役持ってる人はもう出た占い師をぶったたいて、その誰から釣り寄されるかを見たら情報になるよね、かなり。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8
8番、8番の遺言を発表してください。すみません、重大発表があるんですけど、私実は占い師じゃなかったんですよ、すみません。夜が更けました。人狼に気をつけてください。六神。六神で、ニーツってみんなで人狼しようでもいいんかな。二か四つってみんなで人狼しようでいいんか。ねえ。夜が明けました。これみんなでそれの方がいいんじゃね。昨夜は一名の方が亡くなりました。これ2か4つってみんなで人狼しようのが結構強いんじゃない？まあ実質点ね、1、2かな、どっちかかなと思うんですけどね。いやだって4番ではないだろう、もう確実に。落ちたところで神無しされるから、それならもう今日狼狙ってみんなで人狼使用してもう5番に指定させた方がいいと思う。5番に行ってもいいけど、5番に行くかとりあえず。いや行く必要ねけど、4番さんは僕も村で置いてます。ただ1番さんの昨日の、あ、3番で黒が落ちてるなら、あの4番釣りで、あの、はいっていうのはなんかっぽいなと思ったんで、まあでも結構2番かな。はい、全然安定するコントロールだったら5釣りでいいですけど、2か4釣ってもみんなで人狼しよう。です。1番のプレイヤーが発言します。はい、今日は5行きますけど、ここはどうなんやろね。7番、あーここで5行きたいの人狼やろな。4番のシリウスが理解できてないですよね。俺2、4で待ってますね。それはもうこれ3番の視点借りるしかないんですけど、8番が狼やったと仮定して 8番が狼でしょうね。三神の五強の八狼っていう世界線で、八狼やった時に7番っていう位置、ここに出だしに8番が7番のこと白って置いたから、3番視点でもう7番を白で置いちゃってるんで、多分7番には名は届かへんなと思ってます。だから結論に言うに行きたいんですけど、7番が言った4番の白要素が何なんやろって思ってるんで、まあ、クソめんどくさい考察になっちゃってんなと思いますね。2番の HP がゴリゴリ低いんで、5番釣った後多分2番の HP が低いなと思ってますね。俺噛まれたとき終わるなと思ってます。それぐらいかな、懸念してんのは。また4番が言う通り、2番が、8番が黒が落ちる前提で話をしてたっていうのは、まあ一理褒めるとはあるんですけど。まあ1が狼なら勝てんね。負けだろうね。一周初日の4番のポスト何やったか忘れたけど、なんか変なと思うところがあったんですよね。3番への投げに対してっていうのが。めっちゃ地下にフォーカス当てようかなと思ってます。今日は5番釣り行ったくね。はい、絶対5釣ります。以上です。2番のプレイヤーが発言します。昨日も俺説明したんだけど、3が死んだった時に8番狼、5が死んだった時に3番狼中で、一番は省きたいよねって発言をしてるから、俺も3が狼の時も8が狼の時もどっちも発言してるのに、4番さんって8、2番って8番が狼の時しかフォーカスを向けてないっていう発言をしてて、すげえ2、8をつなげたがろうとしてるのがすごい違和感なんだよね。で、かつ、昨日6番さんが3クロを打ってた時に語ってたよね。4番さんってその3クロを見て、まあ、途中4番さんの発言の途中で3白に変わったけど、3クロの状態で、なんで4番さんってそうすると、あの3番が狼で5が死んで5から黒打たれてるのに6番が語ってるっていうような発言、もしくはまあリハ強化とかその視点が落ちないのかなって、4番さんおかしいと思うんだけど。
3が黒じゃないのを花から知ってる人物にしか見えないんだけど、4番って俺は、まあ、今日5行くけど明日俺も今のところ4しか行きたくないけどね。なんかその視点おかしくない？普通3黒がこそうそう、あの打たれてた時点で、情報釣りっていうか、あの8の流れやったのも6が、あだったらじゃあこう線になりますねって話じゃ4つって終わりますねだけで終わるじゃん。あれ6が好きなとこ投票してだったら多分8釣られた。盤面的に5になるのに、その時の時点でね、なんで地釣り飲みますよみたいな感じになるのか、すげえ違和感だったんで4番さん。まあ今日5行くけど明日は4行きます。だからもう発言精査してない。プレイヤーが発言します。でしかも俺初日怪しいっちゃ。だから地釣り飲んだって。5が死んやったら帰るでしょうよ。4黒から。何言ってんの？で2番に関して何の説明にもなってないんだけど。で1番に言っとくと3への叩きって俺1周目で3の叩いたのって2、1の精査がおかしいって叩いてんだよ。2番に関しては1番がほぼ言ったのにちょっとプラスして8をちょこっと叩いたぐらいだから、なんで3番目線って2-1で2方が印象良くなるかが意味が分かんないって言ったぐらいですね。前の殴りって何が分かったか分からん。これは2一択よ。別に5行った後が明確な答えが返ってきてないから、2にしか行かないから俺は2に行きます。まあ、一般視点は2と4で迷ってんだったら5に行けばいいと思ってるけど、俺視点5つったとて 2から明確な答え返ってないから2に行かないです。だから2番視点で3黒だった場合って7、4どっちじゃなくて、2番視点ってまず8から1番8の新要素がないです。3、5について話聞かないと分かんないけど現状8から行きます。相方言ってる意味わかる？2番目線って8釣る前提なのに相方1って出てくること自体がおかしいんだって。だってまず8を釣ろうとしてたじゃん。一番芯がないのが8だって言ってた。相方軸としてはって8ローでしか置いてないじゃん、あなたって。答えは。はい、ただそれだけです。僕は2に行きます。以上。5番のプレイヤーが発言します。今日が正念場っすね。多分この盤面僕しか追えないんですよ。3番狂人の8番リア狂で5番新占いで4番7番人狼なんですけど、この盤面は1番2番には追えないんですよ。だから1番と2番に説得するんだけど、今日4番釣らないか。今日4番釣ったら、盤面的に俺の芯が確定するんだよ。2番も4番が3番を知らないっていう風な芯でしょ。4番の黒要素ってのは5番新視点を4番が5番に黒を打たれてる状態で追ってるところね。自身が黒だって知ってる視点を持ってるからこそ出るはずなんだよ。1番、4番釣らないと、だと思ってるっぽいんだけど、これまず5番釣ったら終わるんだけどね。仮にあなたが想定している5番狂人で4番、7番、2番の、最終択で、あなたが構える盤面だったら、7番が4番を起してるんだから、2番しか死なない盤面が作られちゃうんだよね。これ言ってる意味わかるかな？で、あなたと、違う、真だと思っている3番さんも8番4番人狼だって言ってるんだよ。これ言ってるかな ?3 番が真だとしても4番黒の可能性があって、俺が真だった場合も4番黒なんだよ。この2番も4番のことをさ。でも多分俺つったらあなた噛まれて、4番の黒懸念ができない状態になるっていうのはわかるでしょ、あなたが村だったら。まあそもそもとして俺つったら負けんだけどさ。なら今日釣ろうよ。全員で4釣ろう。頼むわ。4釣っておかしいよ。ほうがいいけどね。だから俺が村だったらそれ言うけどね、真っ先に。どうせこう釣ったっても、今日狼狙って狼しようで、狂人のご主人指定した人の方がいいと思うけど。ああ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番5番の遺言を発表してください。まああとは待ってください。はい、多分最低限の仕事をしたと思ってて、ラスル2番だから負けちゃうんだよな。
2番さんはもう何でもいいからパッション出して頑張って村目を勝ち取ってください。それだけです。はい、2番はね、ずっと、なんだろう、盤面整理が遅いんだよね、1人だけ。盤面的に5番白なんだよ。3番、8番、両方5番ってんだから。だから5番の行動で白とかどうでもいいし、これ4番って言うとおりなんだけど、8番の狼好き結構しちゃってるんだよ、2番するって。だから多分2番、8番狼なんだけど、この裏負けちゃうんだよな。頑張ってね、2番さん。はい、もう何でもいいから、ファッションでも何でもいいからして。盤面作られちゃうから。人狼に気をつけてください。まあ、霊能がこれ強かったらいいんだけど、狂人目線に盤面作られてんだよね、ハチが出たことによって。だからもう一周目から出てくるメリットがやっぱないのよ、占い師が。それをまず、91って叩いてないからね。明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1と7が多かったら勝てんやろ。発言します。はい、2番に行きます。1番のプレイヤーが発言します。いや、7番さんこそパンチでやめてほしいんやけど。いや、4番で気になったのはごめん、思い出したんですけど、2番、8番が黒中前提で話をしてるっていうところから引っ張って、4番でも、もう8黒前提で8、2っていう上げ方をしたと思う。だと思うんですけど。2番と4番がクソ迷ってるんですよね。カエルが、一応オカメだ。7番がどっから4番の資料を取ったのかめっちゃ気になるんですけど、いやなんかよく分かんなかったし、あと1周目かな、5番のことが新境地って言ってたけど、5番も共通で新境地でしかなかったから、そのコスもいらんなと思ってたんですけど、めっちゃくちゃむずいっすね。昨日の段階では2、4の優劣で言ったら2番の視点の方がおかしかったかなと思ってます。はい。もう一回ちょっと説明をしてほしいですね。これにだけ時間使わなくてもいいんで、4番のクロス上げてもらってもいいんで、はい、お願いします。2番のプレイヤーが発言します。もう何回も説明してんだけど、俺ってだから5が死んだった時って、あの3が5白出してるから、だから仮に8がね、もうあの一番2戦目だったから8つった時に必ず霊能結核落ちるでしょ。で8が白だった時ってもう5が死んじゃん。で、8が、黒だった時は3が死んでしょ。だから別に8つっとけ、もう、新芽がない8つっとけば別に良かったのが、霊能が3って言うからだったんだけどさ。だから3、8どっちが狼で、良かったんだけど、それ相方がっていう発言をしただけだから、俺って別に8が狼の相方がっていう発言してないのね。それをもう4番からしてるって言われちゃったら、俺もうそれ以上半分できないから、もう、それで俺が2戦目終われるんだったら、もうそれはもうそれでもういいよ。なんかもうめんどくせえから。4番さんのおかしいところって昨日も言ったけど、6番が3クロを出してたという状態で、4番ってなんでその語りがつけてる状態が分かったのかなってのすげえ気になると思うんだよね、村目線だったら。うん。で、普通3クロが出てたら村目線だったら、じゃあ5シーンになりますねってなるから、じゃあ4クロが落ちてる、4つって終わりですねっていうのが普通だから。4番がそこでなんか全然慌ててないのがおかしかったね。自分が白だって分かってるんだったら普通さ、慌てない。6番が3黒って出してて、5が真が確定しちゃう状況って。俺4にしか見えない。4番のプレイヤーが発言します。
何が理解できないのかが全く理解できないんだけど、3黒結果で5から俺黒打たれてんだよ。6が結果語ってるのか5が結果語ってるのかしかないんだよ。意味わかる？何を説明すればいい？ちょっと気になり始めたのは1番で、1番って4番に対しては1日目の1周目の段階で3に対しての精査がなんか気になったんだよなーで終わらせて、俺3の精査の説明をしたよね。なんで急に2周目の話にするか。まあ、けどこれ2つった方がいいんじゃない？ 2 番って役職がなんか3に行くから3に行ったって。多分2やと思うんやけど、ちょっと1も気になり始めたから。発言精査知ってないから7と2。行っちゃうからいいんだけど。7もなんか1変じゃねってちょっと最後思っちゃった。7も言ってるよ。ただ1番って1周目の1周目から終わらせて白く見えてたからいいんだけど、3が2、1に関して2の方が印象いいって言ったのは、2の欄ってもう役職に任してつってるから何が気になったやろっていうぐらいかな。それが聞きたかったけど急に2周目の殴りに入ったからよくわからんなと思ってます。2番に関してはなんかもう話すり替えられすぎて無理っすね。8を落とした場合での相方はって確実に言ってるから、3がじゃあ黒軸だった場合ってじゃあどうなんの？4って結構薄くなるんじゃないの？ってる7の方が多くなるんじゃないの？3番ってまず7、8はないって言い切ってるからね。2番目線っておかしくないですか？はい、どれかな。2に行きますね。じゃあ、どうだろう。俺やっぱ4の初日の3叩きが4、8に見えたけどね。これ1万かな。追放されるプレイヤーは2番。おお、勝った。村人陣営の勝利です。おお、よかったね。これバッチリ当たってんじゃん。いやでも俺さ、1番さんは省いて4か7だと思うって発言してるから、別に3まで8なんだ、3白落ちてるから別に3の黒よ2日目を追う必要なくて、3が狼だった時って、まあ、4か7だよねって発言してるから、別に4だけに初週って俺初日って持ってってないからさ、俺いやなんかねじ曲げられてるって言い方がさ、ほぼ8つるって言ってんのにさ、もう相方軸探してるから2番目線って8黒見えてる視点でしかないんだって。あ、だからまあそれは説明したけど、まあ、そう捉えられたんだったらまあ俺が悪かったんだろうね。まあいや、だからもう総合点で評価しただけなんですけど、2番さんって3黒って言われて4釣りって言った時になんかすげえブーストかましてきたなと思ったから、4釣っても終わらん世界線を追ってる人やなってめっちゃ思ってて、あと、3黒やった時、じゃあ5番が4黒って言ったら5番が芯って言ってるけど、8番の芯も全然追えるから、8番の芯が分かってないっていうのも前提で考察ずっと固まってんなと思ったから、もうめっちゃ8に見えたっすね、最後の1が白かったよね。8が芯軸ってまず3級が見えない、 4-3 が見えないって一番さんが言ってたもんね。 そうっすね。だけど8がそれ言わないといけないもんね。そう、まあ4番のそのライン切りとかは別に追ってもいいと思うんですけど、3番が潜伏してすることを選んだからね。だから別に初心者なら言えないけど、うん、まあその指摘が白かったな。そう、1はもう 100% 白かったから、もう1とは絶対戦えないなと思っても、4、7と戦うしかないから、もう1はもう最初に白置きして、どれ絶対8分に。いやね、ほんとね、これやっぱ序盤で1周目から出る占い師青神なんで出るかっていうと、これ盤面作られちゃうよね、狂人とか。で、例えば8番さん出るじゃん。8番さん出てみんなから芯切られたら、この仲間が出るんよね。芯ロールを狙って。で、占いと、そう、だからね、一周目から出てきてもいいよね、盤面作れるから。で、潜伏したらね、4しようとかなるし。別に潜伏しなくてもよかったと思うんですけどね。別に、まあ、別にそれはまあ任せますけど、潜伏別にしなくてもしてもまあよかったとは思いますけど。いや、自分はね、俺さすがに釣られないと思ったよ。8、4のラインとかもちゃんと残してて、9が8にあんまり触れないようにしてるのが8、9に見えるって。
めちゃくちゃ情報としてるし。いや、3番の五城がクソ神に見えちゃったってのも、これ盤面だけの話ですけど。そうよね。俺狼だったら、他に白が。3番狼やったらさ、5番が強靭で8白打つメリットってなんかよくわからんから、多分5が真の8強に見えてる世界やと思うから、3番って8白って5を釣りに行く行動を取った方が狼としてはいいかなと思ったから、5白ってのがちょっと真に見えてしまいました。ごめんなさい、それだけです。まあ、あと俺狼だったらあれやな。どっかし潜伏して5を噛んだ方がいいかな、仲間釣ってでも。いやもう初日8釣って俺もう3番さん噛もうかなって思ってて、そうやるなるよね。3番さんって多分 4を占うって言ってたから4白落とさせたくなかったんですよ。だからあの4占うって言ってた3噛んで、まあ安定でこう釣るなら釣られて、あとはもう7と4と戦って勝つしかないかなと思ってた。いやー、9番さんが俺超えするやろ。例の一角でタントリーって言われてもびっくりした。いや、俺もびっくりした。はっと思って、絶対曲げへんと思って8に。俺も絶対曲げねえよって8に入れたけど、まあ、だ6番さんって1周目からクソ黒かったから、例の出てくれてありがたいなと思ったけど、2周目、わけわからんわと。でもリア強かと思ったわ。だって8号がお互い白打ってんのに5が狼やとなんかわけわからんことですよね。1周目あこれ5番さんはあれやね、俺潜伏占い透けた。え5番さんは俺強靭の時は、うん、あもうそもそも8番が5白っての知らなかったんですよ。で僕できる限り強靭じゃない攻撃。あなんか落ちてたね。いやそうなんですよ、うん、だから87の話聞いてなかったんですけど、そういうことか。8番白打って強靭目消して狼で追わせる考察とかさせたかったんですけど、そういうことね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。